公共曲第3番編保長調作品55英雄はルートビヒバン・ベートーベンが1804年に完成させた公共曲英雄のほかイタリア語の現代に由来するエロイカの名で呼ばれることも多いベートーベンの最も重要な作品の一つであると同時に気学音楽による表現の可能性を大きく広げた画期的対策である 公共曲第3番の上書奏不表紙、フランス革命後の世界情勢の中、ベートーベンのナポレオン・モナパルトへの共感から、ナポレオンを称える曲として作曲された。しかし、完成後間もなく、ナポレオンが皇帝に即位し、その知らせに激怒したベートーベンは、奴も俗物に過ぎなかったか、とナポレオンへの献字の書かれた表紙を破り捨てた、という逸話がよく知られている。この曲は、 ハイドンやモーツァルトなどの古典派の公共曲や、自身の公共曲第1番、第2番からの飛躍が著しい。曲の長大さや、早々更新曲やスケルツォといった、それまでの公共曲の常識からすると異質にも思える、ジャンルとの本格的な融合、マーラーを先取りする、自由に歌うホルンを取り入れた、オーケストレーション、さらに英雄的で雄大な曲奏などの点において、 革新的である。この曲の題名のように用いられているエロイカは、男性単数名詞を形容するエロイコという、形容詞が女性単数名詞であるシンフォニアを修飾するために語尾変化したものである。シンフォニアエロイカを直訳すると、英雄的な公共曲となる。従って、公共曲第6番、電園の場合のように、公共曲を元にしてに、電園の情景を描いた。 いわゆる表題交響曲とは異なり、英雄を美容者した交響曲という意味は持っていない。1817年、自作でどれが一番出来がいいと思いますかという詩人、クリストフ・クフナーの質問に対し、ベートーベンは即座にエロイカと答え、第5交響曲かと思いましたという言葉に対しても、いいえ、いいえ、エロイカです。と否定している。 作曲者の無給の秘書シンドラーが書いた伝記によると、当時ウィーン駐在のフランス講師だったベルナドット将軍の勧めにより作曲を始めたものとされていたが、このエピソードはシンドラーの創作であるとする説が有力視されており、この公共曲の作曲に着手したきっかけはよくわかっていない。なお、ナポレオンが皇帝に即位したという知らせを聞いたベートーベンが、やつも、 また俗物に過ぎなかったか。これから、人々の人権を踏みにじって、自分の野心のためだけに奔走し、誰よりも自分が優れていると誇示する暴君になるのだろうと激怒し、賢字が書いてある表紙を破り取ったという、デシフェルディナントリースの回想に基づく有名なエピソードが伝えられている。しかし実際は、ウィーン・ラクユー会に現存する上書には表紙を破り取った跡はなく、 表紙に書かれた、ボナパルトという題名とナポレオンへの拳字をペンで書き消した上に、シンォニアエロイカと解題され、ある英雄の思い出のためにと書き加えられている。ナポレオンへの検定は取り留めになり、最終的な検定先は、ロブコビツ公爵に落ち着いた。この書き足された、ある英雄が誰であるのかに関しては、昔からいろ推測されてきたが、ごく最近、この、ある英雄は、 非公開の初演に立ち会い、1806年7月9日に、イエーナの海戦で戦死したプロイセン王子、ルイ・フェルディナントではないかという説も出てきている。またそれゆえに、ベートーベンが皇帝に即位したナポレオンに激怒したという件についても事実であるかどうか疑いが持たれている。ベートーベンは終始ナポレオンを尊敬しており、第二学章が英雄の死と早々をテーマにしているため、 これではナポレオンに対して失礼であるとして、あえて曲名を変更し、検定を取りやめたという説もある。作曲当時のオーケストラの一般的な編成では、ホルンは2本、または4本であるが、この曲は、ホルン3本という変則的な編成を採用している。第三楽章、トリオでは、この3本による演奏が行われる。 20世紀中盤は第1楽章の繰り返しを含めて約52分程度が多かったが20世紀終盤からは古学の流星による演奏様式の指摘交渉の進展に伴ってベートーベンのメトロノーム指定を尊重する傾向が強まり繰り返しを含めて42分から48分ほどの演奏が増えている第1楽章の巨大な展開部と第2展開部に匹敵するコーダ 第二楽章には、歌曲風の楽章の代わりに、創造更新曲。第三楽章には、メヌエットの代わりにスケルツォ。そして修楽章には、ロンド風のフィナーレの代わりに、変奏曲が配置される。変補調調。4分の3拍子。そなた形式。公共曲第1番及び、第2番にあった、ゆっくりした助走を書いている。ただし、主部の冒頭に2回和音が響き、 三度目からメロディーが流れていくというリズムパターンは第一番から第四番まで共通しているのではないかと指摘する学者もいる。第一主題はドーミドーソドミソドとドミソの和音を分散させたものである。モーツァルトのジングシュピール、バスティアンとバスティエンヌ K50 の序曲の主題に告示しており、ベートーベンによる引用という説がある。テーマはチェロにより提示され、 全合奏で確保される。その後、経過風の部分に入り、加工動機が、オーボエ、クラリネット、フルートで奏される。第2主題は短く、ファゴットとクラリネットの和音の上に、オーボエからフルート、第一バイオリンへ受け継がれる。すぐに、コデッタとなり、提示部が、華やかに締めくくられる。提示部には、反復記号があるが、長いので反復されずに演奏されることが多い。 展開部は第1番、第2番のそれと比べても、はるかに雄大で245小節に及ぶ。展開部は第1主題を中心に様々な変化を示して発展する。再現部は第1主題がさらに劇的に再現されるなど、多少の変化を伴うが、ほぼ定時部の通りに進行する。143小節に及ぶ長大なコーダは、ベートーベン自身の それ以前の作品と比較しても、格段に大規模であり、第二の展開部とも言うべき、充実内容の濃いものである。最後に最高音域に達した第一バイオリンが、なおも半音階をトレモロで登っていき、力強く締めくくられる。半ば表題的な楽奏の表現のために不協和音を巧みに使うという箇所が、複数の要所に置かれているという意味でも、画期的な楽章である。 412小節から第一ホルンが E 間から F 間へ持ち替えて主題を演奏していることもこの曲の特徴の一つでもあるがそのため前後に長い休符があることから管の差し替えに要する時間を確保しているのではないかと考えられるコーダにおけるトランペットの第一主題に関してかつては汎用スコアでのコーダの655小節からの主題をトランペットが 最後まで吹き通すようにした、ハンスフォン・ビューローによる改編を採用する指揮者が多かったが、20世紀終盤からは、本来のオリジナルの形での演奏も増えている。このコーダーの主題については、オリジナルではトランペットが657小節3拍目から、主題を外れ、低い B 音を闘走する。当時のトランペットでは、主題を通して演奏できなかったためと言われているが、 実際には当時使用していたトランペットの自然バイオン列でも658小節の高い B 音までは655小節開始時のスタイルのまま2本のトランペットが1オクターブ差で主題を演奏することは可能である。659小節から662小節にかけては第2トランペットの音域ではバイオン列に含まれない音が多く当時のトランペットでは吹くことはできない。 1> 第1トランペットの高音域でなら659小節1拍目の高い F は倍音系列音なので吹くことができ659小節3拍目の高い A は倍音系列音では A になってしまうものの唇のピッチ調整で主題を演奏することは不可能ではないこのため第2楽章が早々更新曲となっていることと関連しニコラウス・アーノンクールは トランペットの脱落を英雄の失意を表すと主張している。ちなみに、ベーレンライター審判では、ブライトコップ普及全集で8分音符の刻みだった658小説の低い B 音が上昇スコアをもとに、普天2分音符に変わっており、658小説までは1オクターブ下げて主題を吹くことになるため、トランペットが旋律の途中で突然脱落するような様相にはならない。 金子賢治は657小説から658小説にかけての高い B 音を避け、その後主題ではなく低い B を吹かせたのは、英雄の失意ではなく単にトランペットの高音の、噛んだかい音色を避けるためだったのではないか、としている。なお、440小説から443小説の主題演奏においても、トランペットは442小説において、 メロディーラインを崩されており、同様に高い美音は避けられている。ベートーベンの公共曲作品においてこの高い美音が使われるのは、第6番、田園の第4楽章の雷雨の場面、85小節と、第8番の第4楽章330小節から333小節だけである。破綻調。4分の2拍子早々行進曲。 A, B, A, C, A の小論度形式。ベートーベンの超大学賞によく見られることだが、三部、形式、あるいは、そなた形式に類するところも見られる、複雑な構造を持っている。は、まず、早々更新曲の名にふさわしい主要主題が第一、バイオリンで現れる。これが、オーボエに移された後、対戦率が変歩調調で提示され、やはりこれも第一バイオリンからオーボエに移され、 コデッタ町の経過で締められる。ここまでは、ソナタ形式の定時部に近い。続く、第一腹部は、波長町に転調し、伸び伸びとした旋律が木管で、風が町に広がりながら、明るく壮大な頂点を築く。再び主要主題が戻るが、これは、主要主題を第一バイオリンの原型で一度示す。だけですぐに悲痛な第二腹部を呼び込む。和、の主要旋律と、 類似したものが、ヘタン調で、第二バイオリンから出て、やはりフーガを形成しながら、感情学章にはかつて見られなかったような金管と、ティンパニの威力や、不協和音の効果も交えて、クライマックスを築く。これを収束させていくリズムが刻まれる中で、そなた形式の再現部のような部に入る。主要主題、対戦率と続き、コデッタ調の経過部分では、の弦で刻まれていた、ダダダ。 段というリズムがティンパニで繰り返される。その後、38小節に及ぶ、おごそかなコーダに入り、余韻を弾きながら静かに終了する。第一副部の冒頭に、マジオレ。第二主部の冒頭に、ミノーレと記されている。変歩調調、4分の3拍子。複合3部形式。冒頭4小節の弦の刻むリズムの第一、バイオリンは、そらそらそらの反復なので、 そらそらそらにも聞こえ、ヘミオラとなっている。2小節の半音階的計画の後、7個節目から覚えで主題が提示される。トリオでは、ホルン30層が見られ、特に第二ホルンは、ストップ奏法を多用する、当時としては難度の高いものとなっているが、緊張感のある音となるので、トリオのコーダでは、大きな効果を得られる。ベートーベンが、 当時のホルンの特色を熟知していたことを示す1、例であるが、音色が均質な現代のバルブホルンでは逆にそういった効果は得難い。集結部では2分の2拍子になる部分もあり、総じて可変表紙的な感覚が多用されている。変補調調。4分の2拍子。自由な変装曲の形式。パッサカリアであるという指摘もある。主題途中の変装による。ただし、 第4、第7変装については、そなた形式における展開部の様相を示すため、変装に数えず変装と変装の間の感想のような形で捉えることもある。第10変装無効だの様相を示すため、変装に数えないことがある。なお、第4楽章の主題は、バレエ音楽、プロメテウスの創造物の終局から転用している。ベートーベンは他にもこの主題を、 ピアノのための変奏曲にも用いているが、この曲以降この主題を用いた楽曲を書いていない。なお、第一楽章で避けられたトランペットの高い B 音は、316小説においてこの楽章でも注意深く避けられている。381小説からは当時としては珍しく、第一ホルンが競争曲張りに半音階を含む主題を朗々と奏でる。 ブライトコプフーンとヘルテル社によって、旧ベートーベン全集が1860年代に出版されて、以来、他のベートーベン作品同様、旧全集や、その改訂版が演奏されてきたが、研究が進むにつれてベートーベンが関わった原稿や、初版譜の点検が行われ、旧全集の譜面との差異が明らかになり、新たな楽譜を作ろうとする動きが出てきた。ありがとうございます。